はい、新年明けましておめでとうございます。まあ2度目だけど、おめでとうございます。おめでとうじゃねえだろ、この状況下見て。何笑ってんですか。全てはあなたの責任です。すいません。マジありえねえ。はい、なぜ私が今 CBR に登場しているかというと、 R6 が飛び立ちました。はい、はいじゃねえよ。新年早々1月6日、 R6 は今、はいはい、というわけで今 R6 を探しに行く旅に行きます。はい、見つかるといいですね。今日は吉蔵君に行くところだったんですが、 R6 が飛び立ちました。でも残念です。あんなところにいました。見つけました。飛び立った R6 を見つけました。今急んでた。 R6 見つけました。飛び立ったと思った、いたわ。見つかってよかったです。はい、こういう状況です。パンクです。では今からやってきます。すいません、今バイクのタイヤがパンクしちゃって、はいはい、修理してても大丈夫ですかね。そうですね。わかりました、すいません、ありがとうございます。まさかこれを使う日が来るとはな。不幸中の幸いというのは、バイク屋さんはやっていないがスタンドがあるのでなんとかない。もうやばいでしょこれ、治るかこの穴の深さは。逆に後ろから見たとき、ベコベコになってたよ、タイヤ。いや、これはちょっとさすがに修理で治るレベルじゃないかもしれない。いや、これ多分塞がんねえぞ、こんな太いと。ふっと。逆になんでこれがうまく刺さったのか、もう疑問だけど。指ぐらいある。まだ抜けねえ、こいつ。やばいっしょ、これ。だっ。え、こんなのが入ってない。ビスとかじゃねえ。普通にボルトが刺さることある。バイク乗ってて。こんな長さ刺さってんだけど。やべえわ。で、差し込みます。すっぽり入っちゃいました。これ、意味あるのかしら。この作業を必ず二度行うこと。こんなすっぽりはねえわ。左右均等。はい。はい、でこいつを差し込むと、いや入りすぎだぞこれ多分。普通もう少し、いや入らねえんじゃねえぐらいまで入るけど、穴が深すぎてもう一本差し込むしかねえな。ちょっと応急処置程度にしよう今回。ちょっと応急処置はしたから、ちょっとこのまま二輪館とか行ってタイヤも交換します。いろんなことがあって自分を嫌いになった、なぜ僕だけがこんな目に遭うと人を羨んだりもしたさ、サウナ心に刺さったのは大きなボルトが刺さった、もう一度あの空を飛べると思う。
った。とても切ない歌です。心に染みました。ではめぐみの募金を。もうずっと畑や田んぼやの道を抜けていますが、二輪館はあるんです。なんとなんと、あんなど田舎を抜けていくとすごいじゃありませんか。右をパチンコ、左もパチンコ、パチンコしかありません。そう、富里はパチンコの国なんです。パチンコの国、要するにキャンタムな町です。どういうことですか。要するにこれキャンタム王国だと思ってください。ここは唯一鎖国をしている国と言われてますから、キャンタム王国は。そうなんですね。お、キャンタム王国の、キャンタム王国の老人たちが。危なかった、今すごい跳ねたわ。おじいさま、助けてあげましょう。お、大丈夫ですか。キャンタム王国の老人を助けられましたんで。いいことがあるに違いない。バカ野郎、いいこと起きてねえからこっち向かってんだろ今。